こんにちは、マッピー会長です。いつもと挨拶が違いますね。いつもはお疲れ様です、マッピーですって言うんですけど、まあなんでこれを言わないかというと、私がお疲れモードだからです。はい、風邪をひいてしまいました。いやー、体調管理が甘いですね。頭が少し痛くて、喉がとにかく痛いです。喉が痛いですね。ということなんで、その喉のケアをするために、龍角散の喉飴舐めたりとか、喉ヌールスプレーを噴霧したりとか、あとトローチを舐めたりとか、いろいろ試しているわけなんですよ。で、そうやって頑張って回復しようとしているんですが、なかなか回復せず、今日を迎えております。それでですね、今回はいつもの動画っていうのが、そう、3時間から4時間ぐらいかけて作ってるんですよ、撮影にね。撮影に3時間から4時間ぐらいかけて、まあ、短ければ1、2時間で終わる時もあるんですけど、基本的にそれぐらいかけて試合を厳選していつも動画を作っているんですが、さすがに3、4時間もね、声を出すっていうか喋り続けるというのが、この状態だと、今の喉の状態だとかなり苦痛で、まず結構きついわけです。はい、体力的にも気力的にもきついので、今回は本当手抜き動画で申し訳ないんですが、ダメージ計算のコツについてお話ししようかなと思います。オセロニアのダメージ計算ですね。で、結構言われるんですよ。私ダメージ計算とかよくするんですが、マッピー会長いつもどうやってダメージ計算してるのとか、ライフバーストの計算方法教えてくださいとか、これこれこういう場合のダメージ計算ってどうやってやってるんですかとか、いろいろ聞かれるので、まあその種別に分けて答えていこうかなと思います。結構オセロニアのダメージ計算って種類が分けられてて、例えばリューパーのダメージ計算であったりとか、紙パーからのエンデガジークとか、それから、まあ、コマソースかける何々コインブリス系ですね、コインブリスとかコインオルス系のダメージ計算であったりとか、ライフバーストのダメージ計算など結構分かれているので、まあカテゴライズをしてですね、一つずつ答えていこうかなということで、本当に手抜き動画で申し訳ないのですが、参考になれば幸いですということで、まずはリューパーや神タンのダメージ計算のやり方ですね。基本的に通常攻撃を参照とする特殊ダメージだったりとか、倍率がかけられていくので単純計算ですね。はい、ただその計算を楽にする方法があるんですよ。すいません、ちょっと喉痛いですね。じゃあエンデガをベースに考えましょうか。はい、まずこれがエンデガのアタックです。プラスマですね。プラスマのエンデガが1310となっています。で、エンデガのスキルが通常攻撃ダメージの 150% っていう、合ってるかな、 1.5 倍か、 1.5 倍の特殊ダメージを与えます。これ150とか 1.5 倍とか、これ表記が変わってるだけで意味は同じなので、はい、 1.5 倍の特殊ダメージを与えるということで、これは通常攻撃に加えてその通常攻撃に即する 1.5 倍の特殊ダメージを与えるわけなので、実質的には 2.5 倍出ていることになります。ちょっと喉痛いので咳してきます。はい、 2.5 倍出ていることになります。なので、まあ、エンデガの1枚返しというのはこの1310の 2.5 倍で求められるわけです。3275でございます。で、これがですね、2枚返しであったりとか、あと他のコンボスキルなんかが絡んでくると火力が変わってくるわけです。例えば2枚返しだと 1.2 倍ですよね。基本的にオセロニアっていうのは1枚返しから、まあ2枚返し、3枚返し、4枚返し、5枚返しと増減していくんですけど、増減はないか増加していくんですが、1.2 倍ということで、 1.2 倍 で3枚返しだとここにさらに 1.2 倍加わって 1.44 倍、これは3枚返しした時にその通常攻撃に 1.44 っていう表記が出てるので、まあ分かると思うんですけれども、これの計算方法ですね、まず 1.2 倍というのがあるんですが、大前提としてさっき 2.5 倍の話をしました。1310に 1.5 倍の追加特殊を与えるイコール 2.5 倍で考えるわけですね。なんで 2.5 倍×1.2 倍になるわけです。 1310×2.5 倍 ×1.2 となります。なんですけれども、これね、1310から 2.5 倍かけてから 1.2 倍考え、かけるっていうやり方では、まあその二重に考える必要があるというか、かなりね効率が悪いわけですよ。なんでこういう場合は倍率からかけていくといいです。なので 2.5 倍かける 1.2 を先にやります。この場合 1.2 というのが、まあ、いわば 20% 分ですよね。で、 2.5 倍の 20% 分っていうのが 0.5 っていうのが大体わかると思うんですが、まあ、これ 1.2 倍で、まあ、その 20% 分足したのと同じ数値になるわけですから3倍になるわけですね。なので 1310×3 イコールこれ3930と、さっきの 2.5 倍かけた、計算と、まあ、2枚返しした時の計算でこうやって求められるわけですね。はい、でここにコンボスキルなんかが加わった場合も同様に考えます。例えばエンデガの2枚返し、そうですね、ティターニアとか、まあ他のコマ何でもいいです。2倍出ると考えましょう。
で、2.5 倍かける、まあ、2枚返しで 1.2 かける2倍で6倍ということでございますよ。うん、だから円値が2枚返しの場合はですね、2倍かけてからの2枚返しの場合は6倍出ると考えていいんです。なんで 1310×6 で7860というわけですよ。で、まあ、それでもね、ちょっと6倍かけたりするっていうのを暗算でするのは難しいと思うかもしれないので、まあ、私がこれはほとんどの人はね、上級者の方であればね、結構、うん、そういう人は多いと思うんですけど、もう私の場合はね、暗記しちゃってます。はい、よくね、これ円値が県内ですとか円値が与えられますっていう風に実況動画で言ったりしているんですが、まあ、あれはなんでわかるかっていうと、ある程度の火力を、まあ、頭の中で計算するだけでなく覚えてるからです。例えばこの1310あるじゃないですか、全部覚えてます。先に言います。1枚返しから5枚返しの円出が、これ無バフでプラスマの円出が1枚返し3275、2枚返し3930、3枚返し4715、4枚返し5665、5枚返し6790です。ということで、やっていきましょうか。まずは 1.2 倍かけて 2.5 倍、はい、これ3930と、でこれの 1.44 の 2.5 倍で4710、あ、これ16ってなってるんですけど実際15出ます。はい、で、1点、これね、よく 1.73 っていう風にね、オセロニアの表記ではあるんですけど、 1.2×1.2×1.2、 つまり4枚返しは実質は 1.728 倍です。はい、これ豆なで 2.5 倍すると5659、あ、これ5660出ます。で、あとなんだっけ、 2.07、いくつだっけな、いくつだっけ、 2.07 なんか、あ、6とか、あ、8とかだっけな、なんかこんなんだっけな、で、あ、ちょっと行き過ぎましたね。確かね、 1.2×1.2×1.2×1.2 なので、あ、 2.736 ですね。はい、 2.736 なので、まあ、2.73 で考えますか。はい、あ、違うな、2.073 です。失礼しました。で、これでこうすると、まあ、6789となるんですが、これで6790出るということで、もう円高の火力をある程度覚えてしまうことです。これ、覚えてるか覚えてないかだけで結構変わるんですよ。うん。普段円高ってよく使いますよね。これね、バフリーダー、例えば正月ランリーダーからの円高も同じように考えられます。円高が 1.4 倍状態なので、1枚返しで4575、2枚返しで5502、3枚返し6603、4枚返し7923という風に、もう最初から覚えてしまうことです。これをすれば本当に楽です。で、覚えてるところから 1.6 倍かけたりとか、そういう引き出しですね。うん、円高の火力を元から覚えておいて、なら各キャラクターの火力大体どれぐらい出るかっていうのをね、もう覚えちゃいます。覚えちゃって、その上でもう 2.5 倍とか最初から計算せずに、こんだけ出るよっていうのを最初からもう予備知識として持っていれば、そこから 1.5 倍とか 1.6 倍とかかけたらいいので、まあ、それも覚えてしまうと本当にね、無敵になるんですけど、まあ、私も覚えてない部分もありますが、大体で概算することができるんですよ。はい、そういうことです。で、あとはですね、倍率の組み合わせ、これも覚えておくと非常に便利です。例えば、1.5 倍の2枚返し、この場合は 1.5×1、 さっきも話した話ではあるんで、話した話ってなんだ、話した内容ではあるんですけど、 1.5 倍のコンボスキルに対して2枚返しですね、2枚返しするとします。なので 1.5×1.2 で、はい、1.8 出るんですね。これもね、元から覚えておくこと。例えばですね、1.5 倍のコンボスキルといえば、まあ、ミサトとかですね、ミサトとかで2枚返しするときに 1.5×1.2 っていう風に考えてちゃ遅いわけですよ。なんで、ミサトのコンボスキルで 1.5 倍出ると、そこの2枚返しイコールも 1.8 倍っていう風に頭にインプットしてください。これをしてれば、もうすぐできます。はい。で、3枚返しの場合、これは 1.8 の状態に、ここに 1.2 をかければいいので、これでね、確か 2.16 倍ですね。これも覚えておきます。はい。1.8 倍のコンボスキル、例えばブランジェッタの 1.8 倍だったりとか結構多いと思います。リューパーなんかにもよくありますね、ラウラとかラーニとか、その辺のコンボスキルが最大 1.8 倍出るので、そこで2枚返しするときに 2.16 倍っていう風に最初から覚えておくと、すぐに火力計算ができます。そういう感じです。はい、例えば 1.7 とかでもそうです。 1.7 の2枚返しで 2.04 倍とか、そういう風に覚えておくと非常に便利です。ということで、ちょっと最初の方でこれは時間使いすぎましたね。うん、ついてきてますか、大丈夫ですか、ついてきて。では次、まあ、ここまでで、まあ、アタックに関するですね、うん、通常攻撃に即する特殊ダメージや、まあ、基本的な倍率の考え方について話してきました。次は、まあ、コインおろす系、うん、盤面コマ総数かける
なんだろう、例えば180とかアンドロメダとかそういう火力になりますよね。はい、それについて解説しますって言っても、これはね本当にねもう単純に暗算です。はい、まあ、盤面コマ総数を数えて、その枚数を180でかけるだけ。まあ、これドロメダを例題としてね、まあ、例として挙げさせていただくわけなんですけれども、盤面コマ総数が例えば20枚だったら20枚、そのまま20かけて3600というふうに、まあ、こうやって計算できるんですけれども、例えば中途半端に18枚とか19枚っていう盤面コマ総数だったとするじゃないですか。そういう時ってちょっとめんどくさいでしょ。19倍かけないといけないってなった時に、一番楽なのが、まあ、これはね本当ね、なんか、うん、まあ、結構いろんな人がやってると思うんですけど、 180×18 をするんじゃなくて、 20 かけてから 180×2 分を引けばいいんですよ。例えば18枚あるとします。その場合18ってかけたら、まあ、こうやって3240っていう風にね、もう計算したら出てくるんですよ。でも180の中で、頭の中でそうやってやってると、ちょっとねなんか、なんかミスが生まれそうじゃないですか、18って考えると。ですけれども、これで20かけて3600の状態から 180×2、 つまり2枚分ですね。 180×2 の360を引く方が圧倒的に楽なんですよ。なんでこれで360引いちゃうと3240っていう風に出るので、盤面コマ総数をまず、見間違えないようにしっかり全部数えて、で難しい場合は、例えば17枚とかであれば、もうそれに近しい数字ですね、うん、それに近しい数字で、かつ計算のしやすい倍率から、考えていくのがいいです。例えば17枚とかだと、20枚、さっきと同じようにね、20枚で考えた後に 180×3 の、いくつだ、540を引くみたいな、そういうやり方です。それで3000いくつだ、60とか出るのかな、うん、3060出るっていう風に、こういう風に考えると非常に楽です。逆に21枚22枚っていう状況でも、20倍かけてからそこに180足すとか、そういうやり方で全然いいと思います。はい、以上、うん、この辺は本当淡白でいいと思います。最後にライフバーストの計算方法ですね。これライフバーストの計算方法は簡単です。まずそうですね、倍勢ですね、倍勢で考えましょう。倍勢が一番使うと思うんで、倍勢の最大火力っていうのがこれ4200なんです。 HP が減るほど、 HP が減少するほど火力が上がって、最大で4200というスキルになっています。なんですけれども、これはね、 HP が減少するほど上がるということは、その総 HP を考えるわけです。例えば25000という HP だったとしましょう。この場合は25000を4200に置き換えてください。置き換えて、例えば HP が半分だったとします。12500ですね。12500だった時、バイセのこのライフバーストの火力っていうのはそれの半分なので2100出るわけです。はい、こうやってね割り出していけるんですね。大体私はね 10% 単位ぐらいで刻み刻みでやってるんですが、これでね大体合います。なんで、例えば25000のうち HP がこちら5000だったとします。この場合は25000のうちの、5000っていうのが大体何分の1かというと5分の1になるわけですよ。なんでさっきの4200に対しても使えるわけですね。4200から5分の1を引けばいいんです。 HP が減るほど火力が上がるということなんで、まあ、いわば反比例ですよ。引けばいいんですよ、うん、なんでここから5分の1を引けばいいので、まあ、5分の1っていうのがまあ 20% もですね、 20% いけばいい。なんで4200の10分の1である420×2 で840引けばいいわけですね。はい、これが3360と、これがさっきの、例えば、まあ、さっき言った通りね、2万5000のうちの HP が5000だった時の倍勢のライフバーストの計算です。5分の1を引けばいいので、4200から840を引いて3360というのが答えになります。まあ、これが例えば4500とかだったら、もう少しちょっとね、ややこしくなってくるんですけれども、大体これで合うっていうイメージでいいです。はい、最初のうちはそれで大体合います。まあ、4500の場合だったら、その分火力が上がるということですから、3360からもうちょっとだけ上がるのかな、3400ぐらいかなっていうふうに考えればいいわけですよ。もうそれで全然いいと思います。はい、うん、そんな感じです。で、まあ、これね、ライフバーストの計算っていうのは、まあ、さっきバイセだけで取り上げたんですけれども、例えばバイセとエンデガのコンボスキルで考える場合もそうです。コンボですね、ライフバーストとライフバーストで掛け合わせる場合も同じように考えることができます。なんで4200のライフバーストに対して、エンデガが3500なので3500足しますと、これコンボした場合ですよ。エンデガのコンボにバイセを打ったと考えてください。なんでこれ総合のライフバーストの総量っていうのが7700になるわけですよ。
で7700ということなので、こっちの HP が25000ということは HP が半分だった場合、12500だった場合はそれの半分なので、いくつだ3850か、3850出るわけですよ、うん、3850出るっていうふうにこれも考えられます。で、さっきと同じように5000だった場合、5000だった場合もこの7700から770、つまり10分の1分の 770×2 の1540を引けばいいわけですよ。これが、ライフバーストの計算方法です。こういうふうに大体やってます。で、まあ言葉だけで見ると難しそうなんですけど、やってみると普通に、うん、簡単です、楽勝です、はい、最初は難しいと思うんですが、要領さえつかめば誰でもできると思います、はい、こういう具合にやってるので、まあ、これを全て、まあ、高い次元でやってる人が世の中じゃねえなオセロニアの上級者っていうのはね、もうこれを、まあ、感覚でできる人もいれば、私みたいに本当いちいちね、逐一計算してどれぐらい出るっていう風に、まあ、やってる人もいるわけですよ。なんで、まあ、覚えればいいです。普通に覚えて、さっきのエンデガにしてもそうですね、1枚返しから5枚返しまで覚えてしまえば計算に困ることっていうのは相当減りますし、とにかくね、計算にかける時間をいかに減らすか、でその上でどれほど正確に導き出せるかっていうのが大事なわけですよ。なんでどうやって練習するかですね。で、私は最初は本当ダメージ計算とか全然できなかったで、まあ、こういうやり方で独自にね、考えていったわけですよ。で、まあ、よくね、練習はどうやってやってるのかっていうのもね、コメントでいただくので、まあ、どういう風にダメージ計算練習してるかっていうと、こうやってすぐ電卓出したりとか、あとはね、白の塔とかですね、白の塔とかそういうソロプレイ時に、まあ、リューパとか代償とか使ったりするじゃないですか。そういう時にもう普通に、うん、まあ、大体これぐらい出るかなっていう風に、普段からオセロニアやってる、もういついかなる何時でもね、普段から設定ね、鳴らしておけば、いざっていう時にすぐダメージ計算ができるようになります。なんでソロプレイの時とかぜひ皆さん試してみてください。これ白の塔とかただただ登るんじゃなくて、あと例えばそう決戦イベントなんかでもリューパで急なんかあいつ投下したいから投下素材集めようと思ってね、周回するじゃないですか。そういう周回する時も片手でポチポチやるんじゃなくて、一手一手でどれぐらい出るかっていうのを、まあ、勉強します。それそうすると本当に精度が上がっていきます。おすすめです。ということで以上です。はい、よかった、あんまり咳しませんでした意外と普通の動画撮ってもよかったかもしれませんね。まあでも、うん、少しでも参考になれば嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わります。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では私はこの後この動画を編集して、もう早くもうパパッと編集しちゃって、うん、寝ますはい、次回の動画では喉が治っているようにすぐ喉のケアしてくるので、また今後とも応援よろしくお願いします。では終わります。お疲れ様です。